皆さんこんにちは、大人チューブの時間がやってまいりました。本日皆様にご覧いただきたい商品なんですけれども、私が着ておりますこのニット、それから横にボディちゃんが着てもらっているニット、色違いなんですけれども、こちらをご紹介させていただきたいなというふうに思います。色目は私が着ているグレーと、でボディちゃんが着ているカーキ、それから最後にモデルの、深原がネイビーを着て皆様にご覧になっていただきたいと思っております。この特徴なんですけれども、私のようにこの大きい体格の人でもこんな感じですごくゆったりと着ていただくことができます。これニットなんですけどね、すごくシャリ感があってそんな厚くないんですね。めちゃくちゃ軽い素材で、あとビッグサイズということで、気になるこの二の腕、それからお腹周り、それからこれヒップですね、これもすっぽりと隠してもらえる大きいサイズ感となっておりますので、どんな方でもおしゃれに着ていただけるんじゃないかなと思っております。ただちょっと透け感がありますので、もしなんかキラッとしたものの中にね着ていただいた時なんかは、なんかすごいおしゃれだね、キラキラしてるねなんて見ていただけるんじゃないのかなっていうふうに思います。ではいつものようにモデルの福原のミニファッションショーをご覧になっていただきたいと思います。福原ファッションショーって言われたんですけど、すごく怪しいですね。どうですか皆さん、こんなビッグシルエット、今から夏らしくコーディネートどんどんしていきたいと思います。よろしくお願いします。先ほどは、ネイビーに、ちょっとダメージジーンズでカジュアルかっこいい感じで着こなしてみました。こちらは、グレーなんですけど、この何とも言えない私ハマりカラーなんですけど、このグレーに短パン、そして大人の再販で人気のあるブーツと合わせて、ちょっとモードかっこよく、でも夏ラフコーデですね、でコーディネートしてみました。日差しがちょっと照りつけるようでした。こういったフードをかぶっていただいたらちょっとしのげるかなって感じ。じゃあこちらが3色系のカラーなんですけど、バンガコーデって言いますか、先ほど私の説明で、インナーを着ていただいて、レイアウトすれば本当に季節長くいける、パーカーニットなので、本当にいろんなコーデを楽しんでいただけます。ちょっと綺麗めコーデにしたんで、フードをかぶるのはちょっと控えさせていただきます。じゃあ最後のカーキの夏コーデなんですけど、こちらは大人の新作のワンピースに、先ほどのシャツをこの大きなビッグシルエットのワンピースに変えただけなんですけど、それにこちらの大人の新作のネックレスを足しただけなんですけど、全然雰囲気が変わりますよね。夏コーデで本当柄を取り入れて明るく重ねにしていただいたらいいと思います。コーデをご覧になっていただけたかなというふうに思っております。今最後に、福原が着ているコーディネートなんですけど、これは商品ページには載ってない、実はここだけのコーディネートになりますので、見逃した方はもう一回巻き戻してじっくりご覧になっていただけたらなというふうに思います。普通のねボトムだけじゃなくて、ワンピースの上にこんな感じでね着ていただくこともできますので、幅広くお使いいただける、ニット
チュニックなんじゃないかなっていうふうに思ってます。あのシャリ感とかもありますのでね、まあ今の時期ちょうど今の時期着やすいんじゃないかなっていうふうに思います。インナーをいろいろ変えていただいて、長く着用していただければなっていうふうに思っております。はい、じゃあ今日はこの辺で終わります。